水面、水面、水面、ウォーターサーフェイスとは水の表面のことである。水面と書いて古風な読み方では、皆も、身のもとも。水面というのは水の表面のことである。基本的には水と大気の境界面である。海の場合は特に海面、海面ということがあり、川の場合は川も、川もということがある。船舶用語では 平ら水面というと、故障など、海とつながっていない水面を指す。漁業関係の用語では、内水面といえば、故障や河川など、淡水の水の上を指し、外水面は、海水面を指す。風によって水面に、波が起きる。波の中でも、特に風によって起きる波を風浪という。風速に応じて、波の状態は変化する。川の流れによっても波は起きている。 水面では熱交換が行われている。水門学などがそうしたことに関して研究を行っている。建築学では都市部に水面があることがもたらす効能について研究されることがある。地球の表面の約70%は海水面である。その海水面の高さは潮汐運動によって変化し続けている。地理・測地学で用いる海抜は 世界の海洋の水面、海水面の平均的な高さ、海面平均海水面に基づいて算出されている。水面の物理的特性として、光の屈折が挙げられる。光が空気から水へ侵入する、もしくはその逆に進行する場合、波長の違いに応じて、一定の角度で水面で、光の筋が折れ曲がる。また、水中から水面に対して極めて浅い角度で、 光が侵入したとき、前反射と呼ばれる現象が起こる。したがって、波が起きる要素の少ない条件下では、水面は、優れた鏡となる。水面に、物の像が映って見えることを指して水鏡、水鏡、水鏡という。あるいはまた、そのような写し鏡を見ることをも指して言う。自然界でも、特に風のない時の故障の水面は、 鏡となって景色を映し出す。例えば、富士山の姿が富士五湖に映った逆さ富士は浮世絵や写真の素材としてよく知られる。水温と気温とに大きな差があるとき、水面付近に蜃気楼が発生する。水面に生じる波を水面波という。ここでは、水面を主とする環境における生態についてが一説する。 水面を生活の場とする生物をニューストンと言う。これには、アメンボのように水面の上に乗るもの、浮草のように水面に接して存在するもののように水面に、裏側から接するものなどがある。アサガオガイは空気の袋を作り、これにぶら下がって水面に生息する。クラゲの一種であるカツオのエボシや銀カクラゲは、機体の入った大きな浮袋を持ち、水面を生活の場とする。 アメンボ程度以下の動物の場合、水面を漂うことはさほど困難ではない。普通のアメンボには、長い足など水面に浮かぶための適応が見られるが、小型のアメンボ類であるなどは特に水上生活に適したと取れる部分が少ない。飛び虫類も水面に出てくるものが多くある。逆にこのような小型動物では水面を突っ切るのが困難である。トンボのうち、水中に産卵するものは、 水草の茎にすがりついて水中に侵入する。クモ類、クモ蛛蛛類では、走りクモ類に水上生活に適応している種類が多い。また、水面は空中と水中の間の障壁としても機能する。例えば、水面上から水中の獲物を狙うためには、水面の光の反射は極めて邪魔である。また、水面での光の屈折は、獲物の位置の特定を難しくする。 斜め方向から水中の獲物を狙う、サギのような鳥は、この見える位置と狙うべき位置を補正しなければならない。カワセミなどは、水面の真上から垂直に飛び込んで獲物を狙うため、補正は少なくて済むが、これも、常というわけではない。また、トビウオやトビイカの滑空は、水中の捕食者、主に高速で追ってる肉食魚から逃れるための生態である。 視界が遮られる水面より上に飛び出して捕食者の目から一旦逃れ、その後、着水地点を予想されることのないよう直進を避け、飛び魚アヒレを、飛びイカはエンペラと腕を使って滑空コースを変えることで、初めて捕食を免れうる。音波に関してはさらに遮断が厳しい。は、反響転移によって獲物を狙うとされるから、おそらくは、魚が水面から、 体の一部を出した瞬間を狙うものと考えられる。水中は空気中に比べて酸素の量が多くない。そのため水中動物も酸素の供給を空気に依存している面がある。魚類では水中でエラ呼吸をするが水中の酸素が不足すると水面で口をパクパクする鼻上げを行う。魚を容器で保護する場合。 水の量より水に対する水面の広さに配慮する。極端な場合、水がなくても湿ったもので包んでおいた方がましである。陸上から水中生活に入ったものでは、水中生活であっても空気呼吸をするものが多い。水生昆虫のゴロウやタガメ、カノボウフラーなどもそうである。したがって、水面に湯膜などができると呼吸できずに死滅する。 熱帯島かの某フラでは密度効果が水面の面積に対する個体数で決まる。水中から見た場合、昼間の水面は光が拡散反射、乱反射するなどしてその向こうにある空間を視認性の悪いものにしてしまうことが多い。多くの海遊魚の腹部が銀色であるのは捕食者に下から狙われた場合、白銀色に光り輝く水面に紛れて逃げをわせる。 可能性が高まるからで、つまりは保護色である。また、カナダの島所部に生息するアメリカグマの生態観察の知見として、アメリカ黒グマに比べて、白アメリカグマの方が酒などの魚を捕らえる能力に長けているのであるが、これは黒い退職をしているために、水中の魚から視認され、安いアメリカ黒グマに比べて、水面の色に紛れてしまう白い退職をしている。 白アメリカグマは気づかれにくいということが有利に働けているものと考えられている。なお、白アメリカグマは、むやみに目立つ体色であるがゆえに生き残る上で、不利とされるアルビノではなく、正常に適応進化を遂げた種、すなわち白変種であり、上述したものは、この種が備える優れた特性である。また、北極グマ、北極ギツホワイトダイガー、 ホワイトライオンなどといった他の様々な白変種の歩動物は白アメリカグマと同じ性質を備えている可能性があるが白アメリカグマと違ってはっきりしない。表面化した水面は多くの捕食動物にとって視覚情報の取得を妨げる障害であるが他の捕食者にとっての障害はそれを問題としない特殊能力者にとっては利益であるのも自然的説理である。ミサゴや 超限棒のように上空より水面に狙いを定めて魚食。実際には水生動物も食べるを良くする猛禽類は反射光を遮断して鏡面化を無効とする目を備えているのであり、そのようなものにとっては競合者を寄せ付けない都合の良い環境条件となっている。特にミサゴは魚食の傾向がどの種よりも強い分だけこの能力に優れている。 水面を特に利用する微生物もある。水性不完全菌は水中を漂うような枝のある胞子を作るが、この胞子が水面に広がるのがよく見られる。それらはその胞子の表面が水を引いて水面に漂う。また、反水性菌と呼ばれる菌群は、螺旋状や、カゴ状などの胞子を作り、これは内部に空気を抱え、水面を漂うのに適応した形と考えられる。 これらは水際で生活するものと考えられている。動きのない水面では、水面に油脂や有機物の薄膜が広がると、その面は様々な微生物にとって基盤として機能する。このような環境では大気が重要な酸素の供給源であり、それに面する水面は微生物の重要な活動の場でもある。細菌類はその面に広がったり、 その仮面に集団を作る。それらの捕食者である原生動物やワムシなどもその面をよく徘徊する。スリガネムシやエリベンモウムシなど一部の固着性の生物も水面裏に作例がある。また、陸生のカビ類が水中の気質に生育した場合、菌糸は水中でも伸びるが、胞子はほとんど作られない。これらは往々にして水面に菌糸を伸ばし、水面から 胞子柄を伸ばして空気中に胞子を作る。アメンボは表面張力を利用して水面を移動する。ハゼカの魚類であるトビハゼやアンナミア族、ヨダレカケの仲間は尾ヒレで水面を叩くことで水面上を飛び跳ねるように移動することができる。トカゲの一種であるバシリスクが2本の後足を使って水面上を駆け抜ける。バシリスクの場合、 表面積を広く下で水面を激しく蹴りつけて、浮力を生み出しつつ、左右の後足を交互に素早く繰り出すことで、沈むより早く浮くという方法によって、水面を走る。物ガい、プラナリアなどは、水面の裏側を這うことができる。これらは、幅広い覆面の足を水面に広げて、水面にぶら下がるようにして這う。海では、 青みのミウ牛などが同様に水面を張って生活する。水面は人類史上最も古くから用いられたであろう。自然の写し鏡である。古代中国においても水鏡が使われていた。瓶や水盤に水を張って覗き込む。穏やかな水面は光を鏡のように反射する。鏡が発明された後でも鏡を所有できたのは一部の人に限られていて。 ほとんどの人にとって水面は自らの姿を確かめられるほとんど唯一の手段であった。二十世紀に鏡を覗き込むことで自我が生まれるとする説を主張した精神医学者がいたが彼は水面を覗き込んだナルキッソスの話にも言及した。ギリシア神話に登場するナルキッソスの物語はいくつかバリエーションがあるが美しい少年が 水面に映る自分の姿に見とれて、思いが満たされぬままにやつれ死んでいったとし、後には水仙の花が残っていた、あるいは水仙に化した、などとする、お話である。イソップグーアの犬と肉では、肉を加えながら橋を渡ろうとした犬が、橋元の水面を見て、自分だとは気づかず他の犬だと思い、その犬が加えている肉まで欲しくなり、吠えたところ、 自分が口にくわえていた肉を落として失ってしまったというお話である。200年頃に編まれた古代インドの説話集パンチャタントラにも非常によく似た物語がある。船舶は排水型と滑走型に分類され、排水型は水面下に船体があり水をかき分けるように進み、滑走型は水面上を滑るように進むものである。滑走型のものには モーターボート、ウィンドサーフィン、水上オートバイなどがあり、高速移動時に滑走、プレーニング状態になる。ヨットも一部にプレーニングをするものがある。また、水中浴船は揚力によって、水面を滑走する。水上スキーや、娯楽用付体、バナナボートに代表される、プレジャーボート等で牽引して、水上を滑走させる遊具は、船に牽引されて、水面を滑走し、 失走感を楽しむものである。サーフィンも滑走する。なお、モーターボートや水上スキーでは、人の体が水面上に投げ出され、水切り、水の石切りと同じ状態になって滑走してしまう、事故が起こる。様々な事情によって、陸上の滑走路を用意できない場合でも、水面を滑走面として用いることができるのが水蒸気である。新約聖書は、 イエス・キリストが水上を歩く奇跡を行ったと記している。一大発明家でもあった15世紀イタリアのレオナルド・ダ・ヴィンチは水上歩行用の装置の開発を模索し、そのアイデアをスケッチに残した。それは、靴に見立てた二つの大きなフロート、浮き具を両足に履き、長い柄を備えた二つのフロートをスキーストックのように両手で持ち進むというものであった。 近世の日本では、忍者が水雲なる道具を使って、水面を渡ったとされるが、実態としては派手な印象のものなどではなくて、鍛錬を要する地道な技術であった可能性が、資料によって確かめられる。なお、水雲そのものを実行不可能な絵空事ととみなす、論説もあるが、当時であれ、後世であれ、ルフした、拡大解釈によるイメージが、科学的に否定されたことを根拠に、 検証が重ねられるべき原点まで否定しようとする考え方は乱暴である。とはいえ、水雲の実際がどのような道具であったとしても、イエスの水上歩行やそれに類する奇跡的行為は忍者が人である限りは不可能である。アメンボの生態に学んだ水面移動ロボットが開発され発展を遂げつつある。アメリカ合衆国のマサチューセッツ工科大学が2003年に 開発、発表したロボストライダー、アメンボ、ロボ、ウレツに、画像ありをはじめ、カーネギーメロン大学が開発したものや、日本の中央大学理工学部、代表者、中村太郎が2006年に開発、発表したバッテリー搭載、自主移動型ものが知られており、将来的に注目される分野となっている。水面には、油やヘドロなどが浮くため、 河川や湖の水面はこれらがあると汚れて見える。表面張力を持った物質は水面に浮遊することができる。アメンボなどはこの例である。また、古くから言い伝えられる底なし沼は、基本的に水深が深く粘性の高い水域で、水面が砂や土ぼこり、デトリタス、生物遺体などによって覆い隠されることで、面のような外観を呈し、なおかつ、抜け出るための手がかりが、 周辺にないものである。多くを視覚情報に頼って行動する人は言うに、及ばず、嗅覚などでも異常が認められるわけではないので、動物がこの自然の罠を事前に察知することは難しい。そのような水面は、都市文明化以前には広く、世界に偏在していたに違いなく、また、現代でも存在しないとまでは言い切れない。トロンプルイユの王屋として、有名な画家マウリッツ・エッシャーは、 作品で水面に反射して見える上空の景色、水面に落ちた木の葉、水面越しに見える水中の景色を描いてみせた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。